さんこんにちは、七海奈々です。12月21日金曜日から、ドラマ、毒の花がスタートします。七海奈々は第1話に、出演しているんですが、本日は、よろず画廊さんにて毒の花展が、行われるということで、今日初日なんですけれども、来ております。そしてこちらなんですが、第5話に出てくるそうです。私はちょっと第1話なので、ちょっと早く見たいなと思っているんですけれども、こんな風にキノコ先生がロープアートされています。今回ドラマの撮影をしている中で、本当に胸がギューってなるような役柄だったんですが、そういう細かい繊細なこう心の動きを表現、することがとても多い中で、このロープアートっていう、こう私にとってはもう新しいジャンルというか、未知の世界だったんですけれども、すごく重要な役割をドラマの中でも果たしていて、ロープアート撮影も準備に多分4時間5時間ぐらい撮影も含めて、かかっていたりとか、もっとかかった回もあったなんて、さっきお話を伺ったんですけれども、時間をかけている分、スタッフもキャストも総出で作り上げた本当に一つの、作品だなと、もう絵画のような、はい。でそこにはいろんな深い思いがあったり、隠された意図があったりとか、ありますので、ぜひドラマと両方楽しみながらご覧いただけたらいいなと思います。皆さんぜひご覧ください。バイバーイ。東京ボーダーレス TV。